それではいろいろな判例で遊ぼうを始めます。いろいろな判例で遊ぼうと。で、今回はですね、長くなるので2回に分けます。で、何をやるかというと、ちょっと待ってくださいね。1位分改正ですね。1分改正を持たない正規これについてお話ししていこうと思います。で、まず今日はですね、その1として、事前準備ですね。事前準備と。で、具体的に何をやるかっていうと、聖域ですね。聖域をちょっといろいろ説明しないといけないと思うので、そっちの定義だどうします。で、定義だけじゃなくて、さすがに例をいくつか挙げないと、わけわからないと思うので、例を挙げます。で、あともちろん聖域にならない例なども挙げます。で、これ聖域なんですけど、聖域っていうのは体っていうより間の話なんですね。で、一位分解性を持ってる間っていうのは UFD、ユニークファクトリゼーションドメインと言ったりします。日本語だと一位分解聖域ですね。で、この一位分解聖域でない例を挙げましょうっていうのが今回と次回の話です。で、もちろん整数だとかは一位分解正規なんですね。で、まあ名も言わずに一位分解正とか言ってますけど、じゃあ知ってるのもそれ何ですかって話があるので、その一位分解正とかもきちんと話をしなきゃいかんと。で、そもそもその前に正規の話をしなきゃいけないねというので、正規の話をするわけですね。で、この辺はですね、応用上何に使うかと言われると結構困るんですが、もちろん情報理論で代数を使わなきゃいけない人は おそらくやらないといけないと思いますけど、他でちょっとあまりよく知らないですね。まあそうは言っても、一応数学としては数学内部ですごく重要なものなので、まあ数学自体に興味がある人には重要なので、きちんとやっておいてもらいたいと思います。それでは話を始めましょう。で、まあまず例によって定義から始まるんですが、これがまあ長くなるわけですね。なので、ちょっとしばらくいつも通りお付き合いをお願いすることになります。まずこれですね、0因子、0因子って言った方がいいかもしれないですが、0因子と普段言ってるのでこう呼びます。で、ここまずこれの定義をします。これ R をですね、一応括弧しておきますけど、半とします。普段カンカン以外で正規の話をしたことするのって見たことないので、で、メインがカンカンの話なので、カカンというのを仮定しておいてもいいんですけど、後でちょっと非カンカンの例を挙げるので、あえてカッコにしておきました。で、カンの出るでない件ですね。これが次の性質を持つときに、いちいち書くとめんどくさいので、これが次の性質を持ってる時に左ゼロ因子と言います。ゼロ因子、これ何かというと、なんか x、 もちろん x のゼロのがあって、 x イコールゼロとなる場合ですね。
で、ここで左って言ってるのはもちろんこっち左からかけてるからです。で、カンカンの場合は左右もちろん関係ないですね。で、これちょっと分かりませんけど、時々左右が逆転して定義されることもあるかもしれません。あの、そういう場合は適当に判断をしてください。で、これ時々ですね、 A イコール0も含むことがあるようなので、ちょっとそっちも注意してください。で、あと右0因子も同じように定義します。で、もちろんそもそもこんなもんあるんですかみたいな話があると思うので、ステロアートできちんと例を挙げます。で、次が聖域ですね。というわけで聖域定義、聖域で、D をですね、関としておきましょう。なんで R じゃないのかって話がありますが、それは後で言います。で、D が聖域と。で、これ、英語で言うと、ドメイン、もしくはあれですね、インテグラル、ドメインですね。こう角度で D ってやってます。で、この D が正規って何かというと、 D は0因子を持たないと。こういうものを正規とします。で、正規の定義で間を過干渉に限定する場合もあります。で、むしろその方が多いかもしれません。まあ、何はともあれ正規というのはこういうもんですね。で、正規の例を挙げる前にですね、まずちょっと正規の存在について参考になる定理を一つ挙げておきます。まあ、あの、これも本当もうちょっと定義をしないといけない概念なんかもあるんですが、まあ、あの、定数やってるとこういう概念がいろいろ現れますよっていう、そういう紹介も込めて未定義ですけど一つ参考になる定理を紹介しようと思います。というわけで定理、この定理はすごい本当に基本的な定理ですね。手に読んでも必ず書いてあるものだと思います。で、 R 過干渉で P を R のイデアルとします。まあ、イデアルって何だか言ってないですけど、まあ、言ったっけ、まあいいや、言ってないかもしれないですけど、まあそういうのがあるんですね。で、これ剰余感っていうのを考えるんですが、これが聖域になる必要十分条件っていうのがあって、それは、P が素イデアルであることと。素イデアルって、あの、これ素数みたいなもんですね。イデアルのレベルで言ってるのであれですけど。で、あともう一個、まあ、こっちの方が重要ですかね。R 自身が聖域と、聖域は漢字がこうか。というのと、これ、この例から作る単項イデアルというか、このゼロイデアルが素イデアルというのが同値になります。なので、このゼロイデアルが素イデアルだったら R は正規なんですね。
まあ、これ捨てといてると何にも言ってないんであれですけど、まあ、こういうのがあるというのを、まあ、知っておくといいことがある かもしれません。でもちろんこれだけ言っても正規って初めて聞いた人のイメージもちろんできないと思うので、正規になる例とあとならない例両方を紹介しようと思います。両方もすごく重要ですね。でまずなる例、正規の例ですね。間違えた、あら失敗した、全部消しましょう。正規の例、でまず一つ整数感ですね。有理整数感って言ったりもしますけど Z です。であと実は任意の体も正規です。なんでかというとこれ割り算ができるからですね。要は AX イコール0点なるような A があるともうこれ割り算不可能になっちゃうので、任意の体は正規になってます。であと次がこれが結構また応用上大数幾何とかですね、そういうので重要です。係数感が正域になる、正域の多項式感ですね。大数幾何でいっぱい出てくるので、まあ、もちろん重要です。まあ、例としてはもうちょっと具体的な例としては ZX だとかあと RXY とかですね、こういうやつ、こっちに変数ですけど、であともう一個ですね、まあ、もうちょっと非自明性の高いやつで、これを、領域っていうのはこれ連結な回集合のことですが、とした時の HU ですね。HU ってこれ何かっていうと、正則な関数が作る感です。正則な関数、関数の方が違う。で、これ正則っていうのは複素微分可能な関のことです。複素微分とか全く何も言ってないですけど、まあそういうのを正則とかって言ったりしていろいろあるんですね。いわゆる複素関数論とか複素解析だとか関数論とか言うので扱うもんですね。でこれサマンっていうのは、まあ、自明ではありません。証明必要です。まあ、証明必要ではありますけどそんなにめちゃくちゃ難しいわけでもないですね。まあもちろん ここではちょっと扱いませんけど、で最後のやつはですねせっかくなのでもうちょっと注意をしておきます。でこれ正則関数が作る感というのは実はこれ結構深い話があるんですね。注意、これ正則関数のナス感、正則関数のナス感、ナス感、でですねこれ定理がまずあるんですね。これもちょっとあんまり何も言わないまま言うので未定義語とかいっぱいあられると思いますけど、1変数の、正則関数の0点は孤立するという定理があります。1変数正則関数正則数の0点は孤立と、
で、これの おかげで正則な関数の間が正域になるんですね。で、これ後で正域にならない関として連続関数間を紹介しますが、そっちと比較すると、まあ、もうちょっと意味が分かると思います。で、この0点が破裂してるっていうのは関数論の中でもすごく重要な定理なんですね。で、これはそのうち前早稲田とか東工大あたりの学生に向けてやった関数論のセミナーの原稿からので、そういうのもまた Kindle だとかいろんなところに あげようと思いますけど、そういうのでもなんかいろいろ教材を上げていこうと思ってます。で、 こっちは本当にアドバンストな話なんですけど、一元数の場合は 0.5 孤立するって言いましたが、これ複素単位数になると事情が大きく変わります。で、いいか、注意。多変数では0点は孤立しません。これは一般的に言えます。あ、これ正確に言うと複素多変数の正則関数の場合です。で、これ一般に言えるので例もへったくれもないんですが、それでもちょっと例を言っておきましょう。これ二変数で、これ ZW っていうのが多変数で正則になりますけど、これもちろん Z イコール0 W イコール0っていう、これ複素平面というか複素直線上でそれぞれ例になるわけですね。ということは0点は孤立してないわけです。あ、これも正確に言うなら孤立って何なのか言ってないですけど、まあ本当にすごく大雑把に言って、一つだけポツンとこういうやつですね。そういうのがあったら孤立してると言います。で、あとの注意としては、考えてる次元って割と大きく影響する場合があります。してもまあ注意しておいてねというわけで、この辺の一元数と単位数の話も紹介しました。で、ここで一旦正域になる例っていうのは話を終えます。で、次に正域にならない関の例と少し証明なんかもやって、今回は終わろうと思います。というわけで例ですね、正域にならない例、正域にならないと。まず1番は、N2 で R を関としましょう。まあ、正確に言うなら、非自明な関、零関ではない関ですが、それ上の、N 字の正方系列関です。これがまず一つ。まあ、要はこれ二次の正方強烈を とかそういうので実際に
る因子があることを言えばよくて、作ってあげればいいです。あとでちゃんと例あげます。で、あとさっきも言った、まあ、これ何でもいいんですけど、まあ、ちょっとあんまり一般的にしてもあれなので、オメガっていうのはこの回復感としましょう。これの上の、連続関数感ですね。間違えた。さっきちょっと言ったやつですけど、連続関数感、連続な関数が作る感、連続な関数が作る感 C オメガですね。オメガもっと一般でもいいですけど、で、あとが M が合成数の場合の、合成数の時の Z オーバー MZ ですね。こういう超用感も正義にはなりません。で、あともう一個ですね、 Z と Z の直積、これも可感感になるんですが、こういうのも正義になりません。で、まあ、下2つはまっすぐ比較的分かるとは思うので、分かると思っていてもあんまりあれか、直積感とか超余感いってないからあれか、まあ、上の2つの方が強烈と連続関数で分かりやすいと思うので、そっちの方で具体的に例示します。まあ、一応証明というふうに銘打っておきましょう。で、MNR、こっちはですね、 N イコール2で具体的に作ります。 X イコール1000、これもちろんノンゼロですね。あと Y で0001というふうにすると、これもノンゼロです。で、これ X をやると0ですね。なので、まあ、どっちで言ってもいいですけど、 X はテロ因子です。で、これもうちょっと一般的に言うとですね、これ X とか Y っていうのはいわゆる遮影になってます。なので、お互いに直行してる遮影を持ってきてあげれば、積がゼロになるっていうのを使えば、一般の N でも同じように例が作れます。で、あともう一個、連続関数ですね。こっちも例がすぐに作れます。で、連続関数 C オメガ、ちょっと字ひどいですね、 C オメガで、これはですね、何でもいいですけど、これ2分の11で、まあ何でもいいですけど、こっちFX をこう、テルと2分の1だけで値を持ってるやつ。で、G も同じ感じで、2分の1と1の間だけ値を持ってるやつとしましょう。で、そうすると、F も G もノンゼロですけど、FG テルとこれ、テルですね。というわけで、これ C オメガは正域ではありません。なので、こう、あの0点がべったりいっぱいあると、関数感って正域じゃなくなるんですね。一変数の正則な関数はこういうことが起きないので正規になってくれると。で、これその正規になってくれる例というか、理由っていうのが、その0点の
孤立性というペリだっていうのをさっき言いました。で、今回は以上で終わります。次は本当に一次分解性域の定義とその例で一次分解性域にならないというその今回の表題となる例をご紹介しようと思います。お疲れ様でした。